皆さんどうも、パペです。はい、ということで今回はエキサイティングプレイヤーセレクションを弾いていきたいと思います。累計とかいろいろ合わせて3枚弾いて、ワン選手、石川選手、松井選手が出たんですけど、柳選手がもう一番欲しいので、とりあえず1段は柳選手を弾いていきたいと思います。はい、ということでそれでは弾いていきます。木野拓選手も極みじゃないんですけど、柳選手、木野拓選手は S ランク、2022のシリーズ1があるので、柳選手、おお、びっくりした、 A ランクだった。岩崎選手、待って牧選手、すごくない？すごいんだけど、 S ランクもう2人出ましたね。いやー、なんか去年もでもこれぐらい出てた気がする。 S ランク気のせいかな。あ、これ出ないやつだ。 A ランク、ちょっと A ランクは渋い。3回目で確定ですね、1人 S ランク。さあ誰が来る。柳選手以外で来てほしい選手は特にいないんですよね、一段は。なんか全然極みとかにできる選手はいないんで。さあ誰だ。うわ、かぶった、マジか。うわー、マジか、かぶっちゃいましたね。まあこれだけ引いてたら、まあ、かぶるよね、しょうがない。うわー、出ない。はい、あ、松井幸選手、うわ、めっちゃありがたい、それはありがたい。5回目、松井幸選手ワンチャン極みいけんかな。どうだっけな、微妙なとこ。え、今の S 出てる、 S ランク。お、かぶったわ。でもかぶったけど、さっき A ランク出たし、絶対極みいけますね、これ。松井選手極みにしよう。じゃあ、めっちゃかぶるね。初の好き、柳選手以外は。おお、はいはい、ということで柳選手出たので良かったです。てかめっちゃ S ランク出たね、もう良かったです。ということでリアタイやっていきたいと思います。はい、ということでリアタイやっていきたいと思います。相手は佐々木選手ですね。あ、ボールだ。ちなみにこの前の試合やったんですけど負けてしまったので、ちょっと本当に勝ちに行きたいと思います。
球目は何で来るか。いやーもうやだ、なんかもうずっとやってなくて下手になってますね、多分前より。前も下手だったけど、はいや、それでやばいな。これが2球目、インコース詰まりました。ここはフライになっています。やばい、これスピリッツめっちゃ高いんじゃない相手。バッターは近本、相手を0点に抑えて。わかんないけど、あ、でもあれか、幻突してないのか。打ちました、壁、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている島内。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山岡、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。またファウル、いきまーす、ドン。打ちました、この打球はフライになっています。バッターは DH 外、ツーアウトになっています。この回の山岡、4球でツーアウトにしています。そうですね、あ、ボール球は振らないんだ。はい、そうですよね。打ちました、ビシエド、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回になります、ドラゴンズの攻撃。よし、頑張って打とう。指名打者の落合、ストレートはもう打たない。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。うん、まあここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。うわ、バカバカ、うわやってるわ。おお、落合さんに何をしてるんだ。デッドボールのランナーが出ています。あー、ダメだ、打ち上げすぎた。ワンアウトになっています。ダメだ。いい当たり、お、いや、なんで、嘘やん、絶対抜けたと思った今。2番に入っている強打、ツーアウトになっています。まず何を投げてくるか。ストレートは打たない。うわ、しまった今の。追い込みました。とりあえずね、よし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 、センター前ヒット、マスター、を広げていきます。さあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。まあ、しっかりやばい、待って、ミスった。掴んでフリーアウト、先制することはできませんでした。打順が悪いのかな、初回大体打てないからさ。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。低め、あっという間に2ストライクです。なんかミスかな、空振り三振。バッターボックスは5番池山。 B ランク、嘘でしょ。バッターを三振に仕留めています。始めたてみたいな。初球空振りです。すごい振ってくるし、さっきから S ランクが全然ないもん。3回に入ります、ドラゴンズの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の相澤。ドラゴンズ一発、動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。ライト線へ持っていった。うわ、やっぱストレート本当に苦手だな。ダメだ。抜ける、さすがに。よし、オッケー、ナイス。
は大きな変化球ボールになります。あ、やばい、やった。もう本当にダメだ。なんか変化球のことを考えなければ多分まだいけるけど、そんな高校野球みたいなね、ストレート待ちとか、あの、え、固まった、動かん、動いた、配球読みはしないタイプなんで、そうするとストレートは打てないです。ライト前ヒット、さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には高橋が入ります。さあチャンスが続きます。まあ繋いでいますから、ここでしっかり、いやなんかめっちゃ打てる自信がある今。そうですね、これはファウルです。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。うん、そうですね、動きやすい場面ですからね、ここは。早い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 、ミス。あー、ゲッツーだめっちゃフラグ回収してるわ。あれ、日本語合ってる今、大丈夫かな。あー、もう相手多分やる気ないよこれ。ゲツゲツゲツ、ダメか、ゲツゲツ。さあそしてバッターボックスには坂倉が入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。ここで点を、もうめっちゃ激早ピッチングでいこう。やっぱリズム大事。ナイスー、オッケー、やっと勝った。まあ、ちょっと相手もねスランク少なかったし、勝てないとやばい。はい、ということで今回のリアタイはあります。また多分、動画出すのでぜひ見てください。ということでバイバイ。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、 Twitter、Instagram のフォローぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。